友達いるのね。安心したよ、ちょっと。マックにゾンビの話を伝えに行こうと言われてもね。え？あ、そっかそっかそっか。あ、違う、こっちじゃない。もう、だから、マップだけを見ていたらそういうことに。あ、かわいい、超かわいいんですけど。バウ、バウバウ。ミニチュアダックスかな？ね。あなた、なかなかクールな腕時計をつけてるじゃないのさ。もしも故障したら、隣の時計店で見てもらうのがいいと思うよ。ありがとう、時計褒めてもらったよ。妖怪ウォッチだけど。お、あのお嬢様やん。それは面白い。実に傑作ですな。そうでしょ？それから。お、みんなビクってなった。あれ、おらんやん、マック。あら？あなたは。ごきげんよう。またお会いしましたわね。こんにちは。おや？彼とお知り合いなのですか？ええ。この前、港の近くでお会いしましたの。おお、一回会っただけで覚えてくれている。私はドロシー。あなたは？お、俺はケータって言います。ケータ。とっても素敵なお名前ですわね。お嬢様。そろそろお時間が。あら？サリーおば様、もうそんな時間？では、私たちはこれにて、ごきげんよう。いいな、いいな。ごきげんよう。なんだ、ケータ。顔が赤いぞ。風邪か？どこから現れた？何、どこにいたの？マック？マック坊ちゃん、いつの間にそんなところに。坊ちゃん？だから坊ちゃんはやめろって、かっこ悪いから。ちょっとエイリアンの気配がしたから調査してたんだよ。相変わらずよくわかんないやつだにゃん。もしやお金持ちなの、マック。実はマックに聞いてほしいことがあるんだけど。さっきから一体何の間なの？ああ、シャベリアンか。何？夜のスーパーにゾンビが？そいつは気になる話だな。よーし、今日の夜、モーシンデルマートに行ってみようぜ。うん、それじゃあ一旦開催だ。夜お前の家に行くからちゃんと準備しとくんだぞ。わかった。それは一体どういう風に？なんかよくさ、漫画とかである、窓から出ていくパターンかな。こう、夜やけんさ、玄関から出ていくのは親に見つかったらいかんけんみたいな。いいね、ドッキドキやね。ドッキドキやね。そういうこそっと抜け出す感じ。おお、木にぶつかる。はい、ただいまー。おーっと、でもなんか出て行って結構すぐ帰ってきた感じに見えん、これ。ただいまー。お、ちゃんとゴールが。ジバニャン、めっちゃゴロゴロしよるけど。じゃあ、あとは夜になるまで部屋でゆっくりしとけばいいにゃんね。ジバニャンもうすでにベッドの上でぐだぐだしてたけど。そうだね。おっと、いけません。一つ大事なことを忘れていました。夜の間、出かけていることがお父様とお母様にバレないよう、こちらにバクを呼んでおかないといけませんね。ああ、そっかそっか。どうしました、ケータ君。ポカーンとしちゃって。もう、やだな。バクのこと忘れちゃったんですか？夜の間、ケータ君の代わりにベッドで寝ておいてもらうよう、いつもバクを妖怪ウォッチで呼び出していたじゃないですか。何、どうしたの？って、はぁ！ちょっと！まずいよ、バク呼べないじゃん。だって妖怪メダルが。やばいにゃん。そういえばそうにゃん、こっちに来るとキウィスパーが、バクの妖怪メダルごと妖怪大辞典をなくしちゃってるにゃん。ぎく、そんなこともありましたね。どうしよう、バクが呼べないんじゃお母さんに怒られちゃうよ。あ、そっか、バクが出てきたの、これ女の子の方だ。お、もしや引きこもりが化けられる。でしたら私のフレンドにおすすめなメリケン妖怪がいますよ。引きこもり？おすすめなメリケン妖怪って？では早速ご紹介します。友達いるのね。安心したよ、ちょっと。おー、しかも呼び出せるのか。コロン？何これ、かわいい。え、超かわいいんですけど、誰？ネコロンブス。プリッチー。ん？この妖怪は、でも結構な大きさあるね。はい、思い出しました。こいつはネコロンブス。
新大陸を発見するべく大航海に出たかの有名なコロンブスのように、ゴロゴロ寝転ぶのに理想的な新大陸を求めた旅をしている妖怪でぃす。おや、ここのベッドとっても気持ちよそうだコロン。もしかしたら長年探し求めてきた新大陸をついに発見したかもだコロン。それは良かったです。引きこもり、どうしてネコロンブスがおすすめなの？この子も化けれるってことかな。ネコロンブスさんは寝転ぶことが何よりも好きな方です。きっと寝転ぶためならどんなことでもされるだろうと思いまして、例えば寝転ぶために人間の姿になったりだとか。そういうことか。よーし、それじゃあ。ねえネコロンブス、君にお願いがあるんだけど。なんだコロン？夜の間だけ俺の代わりにここで寝ていてくれないかな。え、それ本当だコロン？寝転んじゃってもいいコロン？てかもう寝転んでるんじゃないのそれ。そうしてもらえると俺もすっごく助かるんだ。もちろんそうさせてもらうコロン。じゃあお礼に友達契約するコロン。おお、やった、何の苦労もなく。ネコロンブスと友達になった。コロンブス、いや超可愛いんですけど。ネコロンブスにニックネームはつけません。ネコロンブスの情報を妖怪大辞典に登録した。これはプリチーだわ。ネコロンブスの妖怪メダルを手に入れた。手に入れたメダルは妖怪大辞典に送られた。ありがとう、ネコロンブス。お、これで夜の間も自由に外へ出かけられますね。お、引きこもりの人脈すごいにゃんね。ネットは侮れないということだね。いえいえ、とんでもございません。それでは夜になるまで待つとしますか。ネコロムスは一体どこへ行ったの？消えたけど、夜になるまで自分の部屋で休もう。休もう、寝ろってことかな。そろそろ寝ようかな。じゃあ夜まで寝る。これで一気に朝まで飛んだりしたら最悪や。あれやろ、マックが迎えに来ても気づかずに寝よるパターン。ん？なに？ウィスパー起きとる？起きとるね。なんでジバニアは寝るときには床に行ってるの？ベッドじゃないのそこ。マックが来た合図だ。こういうのいつも思うんやけどさ、下の階の親とか気づかんもんなんかな。お、ネコロンブス。ではネコロンブス、よろしくお願いしますよ。任せるコロン。おー、いいねいいね。あれ、ベッドの上には一体何を置いとん？漫画？くー、このベッドのふかふか感、ついに発見、新大陸だコロン。その語尾はどうにかならんもんかな。やったにゃんね、ケイタ。これで夜に出かけても大丈夫にゃん。それじゃあ、マックも呼んでることだし、そろそろ行こっか。行きますよ。ええ、深夜のセントピーナッツバーグ探検と参りましょう。ゾンビが出るんか、ちょっと憂鬱になってきた。深夜の街とか絶対嫌やん。真夜中のモーシンデルマートに行こう。あ、普通に入り口から出るパターンですか。ガチャン、バタンとかならんの？親は寝てるんかな？あ、もしかして親の寝室上やったりする？下おらんね。お、めっちゃ手振り寄る。よし、来たな。うん。マックは親とか大丈夫だった？オーケー。ん？ああ、うちは平気さ。そんなことよりよ、早くモーシンデルマートに行こうぜ。ワクワクやね。真夜中のモーシンデルマートに行こう。あの猫ちゃんはいつも同じところを行きよんかな。モーシンデルマート。もうなんかね、真夜中にそんな名前の場所に行くもんじゃないよ。もう死んでるんだよ。モーシンデルマート。もしかしてさ、昼間そこで働きよる人ら、夜になったらなんかゾンビに変わっとるとかそんなことないよね。押し着いたぞ。ん？どこ？敷地が広くって広くって。はい、到着。なんかすげえ強い容器。大丈夫？なんかゾンビで充満しとったりせん？さあ、いよいよ夜のモーシンデルマートにご到着だ。てか、開くの？ねえ、マック。どうやって中に入るの？それよ。入り口のドアは鍵がかかっているはず。だからまずは、あれ？ドア開いてるみたいですけど。不気味。最初から鍵がかかってなかったってこと？こいつは、逆に怪しいな。
それよ、もう絶対ゾンビが中入っとるって鍵開けて。うる、どうします？今日のところは帰っちゃいますか？おい、バカ言うなよ。せっかくここまで来たんだ。こうなったら中に入るしかないだろ。やるにゃん。ケータ、俺っちたちも行くにゃん。うん、よし、それじゃあ行こう。行くの？頑張ろう。陽気な音楽に変わった。怖っ、そんなとこ立ってないでよ。うわぁ、何も喋らない。何か喋ってくれ、せめて。だってあれ、確実に人間入ってるでしょ？あれ？何これ？うわ、これは、白いの、どうした？何やら床に緑色で、ね、ちょーっとした液体が、そしてそれを思いっきり踏んでるけれど消えた。スーパーのゾンビの秘密、手がかり、緑色の液体を掴んだ。なんかゾンビの破片じゃない。うわぁ、なにこれ。キモいにゃん。他にも手がかりがないか、あとちょっと探ってみようぜ。これはさ、朝来た店員さんが掃除するの？お、次はあっち。でも朝来てあんなもんあったらなんだこれってならん？うわ、これは？これもじゃない？なんか引き沿ったような跡があるし。床になんかあるにゃん。スーパーなゾンビの秘密、手がかり、緑色の足跡をつかんだ。もう歩きよりやん、ゾンビ。なんだこの緑色のは。これは何者かの足跡みたいですね。何者かって誰の？もう少し探検してみようぜ。これ、この先に行く。あ、この先じゃない。ちょっと戻る。え？なに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 ？このスーパー、なんかおかしいぜ。緑色の液体に足跡。あれは一体何なんだ？お客さんの落とし物ではないですよね、さすがに。てか多分お客さん全員出した後閉めて掃除ぐらいするんじゃないかな。緑色といえば、ゾンビナイトに出てきたゾンビもそんな感じだったような。うわぁ、何今落としたって。やっぱりこのスーパーには俺たち以外に誰かが、べちゃって落としたって。何？なんだこの音は。寝ちゃ。なんだか人間の足音とはちょっと違いますね。しかも足音なん今の。それってまさか。振り向くな。振り向いてはいけない。はい、ということで、じゃ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。